はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。先日、車のガラスに貼り付けて覆面アンテナとして使えるアンテナ紹介して、結構ね再生数伸びてるんで皆さん注目してるんだなと思いまして、今日はですね、同じく Amazon で売っていた覆面アンテナ、こちらです。こちらもね、この間のアンテナと同じで1300円ぐらいで買えるんですが、ご覧のようにダイポールタイプになってるねアンテナなので、まあ、同じような覆面タイプアンテナでも、もしかしたら性能の違いがあるんじゃないかなということで購入してみました。はい、アンテナの方、製品こちらになります。こんな風にですね、同軸ケーブルが入ってきて、エレメントが左右にある、まあ、ダイポールアンテナの形状をしています。この幅がだいたい15センチぐらいですね。まあ、そこから同軸ケーブルが伸びていて、同軸ケーブル長は3メーター。そして、これコネクターがですね、先日のアンテナと違って BNC タイプのコネクターになっています。ARDV10 とかそうだったかな。今でもですね、ハイエンド機とかではこの BNC タイプの、コネクタ採用されてることも多いですが、どちらかというと SMA タイプのものがね多いかなと思うので、 SMA タイプのコネクタの受信機、使う場合は変換コネクタが必要になりますので、その点注意してください。はい、先日紹介したこちらのね、スキャナーアンテナと、まあ、大きさ的にはね、まあ、似たようなもんですかね。こちらが15センチ、まあ、こちらが10センチちょっと、11、2センチっていう感じの大きさなので、まあ、貼り付ける場合の大きさ感としては、まあ、そんなに違わないし、存在感もね、まあ、あんまり違わないんじゃないかなと思います。どちらも両面テープで、まあ、貼り付けるタイプですが、まあ、しっかり取り付けられるのはこっちですかね。貼り付け面が大きいんで、まあ、そんな違いはあるかと思います。あとケーブル長はどちらも3メートルで、先日紹介したアンテナの方は SMA タイプのコネクタで、今回のアンテナは BNC タイプのコネクタということで、まあ、コネクタ形状の違いは注意していただければと思います。はい、で今回も、このアンテナはですね、 1200MHz ぐらいまで対応しているということで、まあ、どちらもですね、大体対応している受信周波数同じぐらいです。まあ、一応カタログ表記でこっちの方が20だか25メガだかって書いてあって、こちらが30メガからなので、まあ、若干違うんですけど、おそらく、まあ、そこにおいてあんまりね、どっちの方が下の周波数まで聞けるかっていうのは違いはないんじゃないかなと思います。こちらのダイポール型のアンテナの方、 SWR 測定しました。こんな感じで、こないだのアンテナと比較してもですね、まあ、同じように SWR が、上の周波数に行くほど下がっていて、で大体こう SWR3 とか4とかね、その辺をうろうろしてる感じなんで、まあ、いわゆる高帯域受信用のアンテナだなという印象ですが、ただですね、こちらのアンテナだけは430メガあたりでですね、結構 SWR が下がってるんですね。まあ、これでもしかしたら特徴とかね、アマチュア無線の430とか、こちらの方が聞こえがいい可能性はありますね。まあ、そちらの方は今から受信チェックしてみたいと思います。SWR グラフの方はね、まあ、こんな違いになってますので、参考までに、ご覧いただければと思います。はい、今回のアンテナも、まあ、このようにガラスに貼り付けて、使うタイプのアンテナですね。比較する前回紹介したアンテナと揃えるために、まあ、こういう風に縦向きに今回は貼って、テストしますが、まあ、このアンテナだとですね、こういったところですね、はい、あまりまあボディに近いと良くないと思いますが、まあ、アンテナのエレメントが横向きになってしまいますが、まあ、こんな風に、ガラスの上の方にね、目立たないでこう横向きにね設置することもできるんじゃないかなと思います。まあ、この辺がダイポールっぽくなってるところの利点なのかなと思いますね。
まあ、これだとね、あのここのハッチバックの隙間からケーブル入れればね、かなりケーブルも目立たないようにできるんじゃないでしょうか。はい、それに対して、先日紹介したアンテナの方は、まあ、こんな感じですね、縦向きに設置して比較してみたいと思います。さて結果はどうなるかご覧ください、まあ、真冬ね、あの寒い時は電気毛布使ってるよっていう方もいらっしゃると思います、はいはい、ギリギリまでそういうの使いたくないじゃないですか、ないようにもなってます。ですが実際にはせっかくこう暖かい空気ができている、それをアルミシートで蓋をする。マネット東京コントロール、はい、ということで今回購入してみたこのダイポールタイプの覆面アンテナチェックしてみました。まず FM ラジオですね、こちらの方はね違い感じないレベルでしたね。まあどちらも、同じぐらいの感じで聞こえてました。で次にチェックした VHF のエアバンド、これ東京コントロール聞いてみたんですが、まあもちろんですねどちらも、上空を通過している航空機からの信号は強く聞こえてて、まあどちらも実用できるなと思ったんですが、前に紹介したこちらのアンテナの方がですね、このヘラみたいなやつのアンテナの方がですね、東京コントロールの基地局側の方もかすかに聞こえてたんですね。なので、まあほんのちょっとの違いだとは思うんですけど、VHF のエアバンドではこっちの方がね、結果としては良かったですね。まあ、ただね、違いはすごくわずかなんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、430MHz のアマチュア無線に関しても、まあ、S メーターで一つとかの違い、ほんのちょっとの違いなんですが、こちらに分がありましたね。まあ、ほんのちょっととの差なんだけど、まあ、今の、まあ、全体を通してみるとですね、まあ、ちょっとだけこちらの以前紹介したこのヘラみたいなタイプのスキャナーアンテナという、名称で売られている覆面アンテナの方が、まあ、受信性能は良かったという結果ですね。あの430の SWR が低かったんで、こちらのダイポール型の方が結構いいんじゃないかなって期待したんですけど、ちょっとね、そこは違いはね、わからなかったですね。まあ、SWR がある程度下がってれば、なんていうのかな、その、SWR じゃないんだよね、性能ね。まあ、送信するとなると SWR が低い方が、まあ、トランシーバーにも優しいかなとか、効率よく飛ぶかなとかっていうのはあるんですが、これ受信用のアンテナなんで、まあ、だからあんまり SWR いくつっていうのにとらわれる必要はないのかな。まあ、実際こうやって使ってみてどっちが、まあ、聞こえるのかなっていうのはまたなんか違った要素みたいですね。はい、ということで、まあ、この2つですね、じゃあどっち買ったらいいのかって言われたら、別にねどっちじゃなきゃダメというほどの性能差実際のところないと思うので、なんかもう取り付け方で選んでいいんじゃないかな。そのさっきも紹介したけど、このダイポールタイプの場合、まあ、こんな風にですね水平にして、まあこうやってすごく軽いんでぶら下げることもできると思うんですよ。多分ね貼り付けないで、まあ、こんな感じで例えばルームミラーの横とかにあのドラレコつけるあたりですよね、まあ、こんな風にねぶら下げて使うこともできると思う。でこっちに関してはあのちょっと形状的に確実に貼り付けるしかないかなと思うんで、まあ、あとはもう水平にするか垂直にするかで違いは出ちゃうけど、その辺はもう、まあ、反射してくる電波だと、まあ、その時々でどっちが強く受信できるかなっていうのは変わると思うんで、まあこのレベルだってあんまりねこだわらなくていいかなって思うんで、本当あのどこに取り付けるか、どうやって取り付けたいかで選んでいいんじゃないかなと思います。あとまあコネクタね変換かませる必要あるんで、まあその違いだけ注意してください。あとまあ変換コネクタこっちかましてたんでね、まあ性能の差ってもしかしたらそれのロスの差かもしれないんで、まあ本当にわずかなんで、
まあ本当あの使い方次第で選んでいいんじゃないかなっていう話です。まあ、前回の動画見てもらうと分かるんだけど、まあ、基本的にはやっぱりこの大きさなので、まあ純正アンテナを室内ホイップとして置くのとそう大差ないんでね。まあ航空機とか上から来る電波は違いあるかもしれないんだけど、そんな大差ないんで、まあ純正アンテナ使うよりはちょっとなんか、アンテナきちっと固定しておきたいなーっていう方にとってはね、ほんと取り付け方に応じて選んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。どちらの製品もリンク、購入リンクの方、説明欄に貼っておきますんで、チェックしてみてください。両方とも1300円とか1400円とか、そんな金額なんでね、まあ試しに、皆さんも買って試して比べてみてもいいんじゃないでしょうか。この動画良かった、楽しかったという方は、高評価ボタンを押していただけると、桃月の動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやってます。説明欄のリンクからツイッターチェックしてフォローしてください。以上、桃月でした。バイバイ。